はじめまして、田村と申します。私は現在オンラインの家庭教師をしており、数学を中心に英語、科学、生物、政治経済を20人ほど指導してまいりました。高校生を中心に現在教えております。私は高校入学の時から大学受験を意識して科目に取り組んでまいりました。大学受験では国公立受験を中心に私立大学入試にも取り組んでまいりました。高校1年の時から大手予備校に通ったり、大手の模擬試験を多く受験しました。その結果、いくつかの点に気づきました。1点目は得意科目の把握です。高校1年生の時には数学、英語が苦手かと思いましたが、当時出会った先生方のおかげで特技科目にすることができました。2つ目は自分のレベルがどの科目でも把握できたことです。マーク式テストや記述式テストを受験し、結果を可視化することで修正していき、得意と不得意の把握、今後取り組む内容を自分自身で修正しながら取り組んでまいりました。英単語が覚えられない、数学の容易な解き方がわからないなどの壁にたくさんぶち当たってきました。これらの取り組みの結果、高校1年生の時から比べ、偏差値を10上げることができました。この経験を生かし、お子様に合った学習法をご提案いたします。得意な科目をどんどん伸ばすことができる、メソッドを教えます。これまで、学習で遅れを取っていても、十分間に合います。私と一緒に頑張りましょう。